いらっしゃいませ、山月移住者の日記のボイジャマンです。今日ははいはい、三角スタンド、はい、おすすめの山道具を1点取り上げて、はい、熱く語りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速、はい、その熱く語る主役を登場させていただきたいんですけども、はい、これだ。お、これは何でしょうか。パーゴワークスさんの、はい、うん、スナップという商品なんですけども、はいはいはい、これはね、うん、一見おなすみたいな、おなす、はいはいはい、確かにな、形なんですけども、うんうんうん、この手のひらのちょっと大きいぐらいのサイズに、はい、すごいいろいろな機能がつくまってるのつくまってるんですよ。あんまりどうなっていくかどういう状況かわからないけどね、まあ、詰まってるってことかな。そうですね、はいはい、はい、のでそれをね、はい、今日はぐいぐい紹介していきたいと思います。スナップは、はい、こういう風に、はいはいはい、バックパックに取り付けて使うアイテムなんです、うん、はい、はいはい、ここにいろいろはついてると、はい、いちいちバックパックを下ろさなくていいとか、うんうんうん、サコッシュがちょっとブラブラして場所によっては邪魔くさいとか、はいはいはい、そういう問題をね解消してくれるんです。なるほどね。大体は、はい、ここに取り付けられるこのショルダーハーネスっていうんですけど、これに取り付けられるパーツというと、うんうん、ボトルホルダー、うんうん、まあ、カメラケースとか、はいはい、そういうものが多いんですけど、うん、この子はよりですね、いろいろな用途に使えるというものなんですよ、はいはい、例えばですけど、はい、普段まあサコッシュに入れてるような行動色、うん、コンパス、はい、あとはこう記録を取るときに、ね、メモ帳とかペンとか持ち歩いてる人もいるかもしれないですし、はいはい、そういったものがこう細かく小分けに分けながら入れれるようになってるんですよ、うんうんうん、はい、こういうね、鍵を取り付けておくようなパーツもありますね。そうそう、だから、はいはい、あの電車に乗って行かれる方とかは、うん、はい、いちいちね、ここにカバンしまってて、うん、切符出すのとか大変なんで、結構大変やね、ここからスマートに行けるという、なるほどね、そういうアイテムです、はい、で、さらに、はい、まあ、ボトルホルダーとしてももちろん使えるんですよ。もともとボトルホルダーより紹介してたもんねそうですね、うん、いきなり小物の話だしこれ小物入れなんですかってなってたけどボトルホルダーなんですよどうした急にでは、はい、実際にペットボトルを入れてみたいと思います、はい、これが500のペットボトル、いわゆるね、はいはい、いわゆる、はい、はい、ここですね、スルッと入ります、はいはい、で、このままだとこうね傾いちゃうので、うんうん、少しファスナーを上げてあげれば、はいはい、完全に上まで締めなくても、うん、ちょうど食い込むというか、おちょっと飛んでみて、左右とか行ってみて、おお、登山にあんまりない動き登山にない動き、まあ、でもこういう風にしてもね、はい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 、それ落ちるんじゃ、それは、あー落ちてないな、はいはい、で、さらに飲むとき、うん、これ取り出すじゃないですか、はいはい、その時にこれが完全に開ききっちゃうと、はいはい、バカって開いてボトンと落ちちゃうね、ボトルが、これも落ちちゃうし、なんなら中に入れてたものも一瞬落ちちゃうかもしれないんですけど、はいはいはい、それがないようにここに米がついてるんですよ。おー、はい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 、これのおかげで、うんうん、ここであのファスナーが自動的にピッて止まるようになってるので、一回止まるんや、はい、はい、この落下の心配がない、うん、なるほどね、ならまたスッと戻して、はい、ピュッと上げてあげれば、スマート、今までここでね、うん、ちょっと立ってくれる、はいはいはい、まあそれもね、なんかコミュニケーションなんだけどねそうそう、それもいいんですけど、はいはい、ちょっとそれがいつもなんかね、アメちゃんとかいちいちあげて、うんうん、ちょっと申し訳ないなって感じてる方とかもしいれば、はい、こういう風に自己解決ができますよっていうアイテムですなるほどね。さらに、うん、このスナップには、はい、外側にメッシュのこう伸びるポケットがついてるので、はい、ここはですね、うん、スマートフォンとか入れられるんですよ、はいはい、で、スマートフォンをこうすぐに取り出して、うん、カメラがパッとね使えたりっていうのももちろんなんですけども、はい、最近こう寒くなってくると、うん、携帯とか、まあ、その他の電子機器、はいはい、減りが結構早いじゃないですか。そうやね、まあ、特にあのね、今この寒い時期って雪がついてたりとかして、うんうんうん、登山ねするときに GPS アプリ使うと思うんですよ、はい、ヤマップとかヤマネコさんとかね、うんうんうん、でそういった時にやっぱりあれって結構電池食うんでね、そうなんですよね、充電切れたら怖いっていう時がありますよね。そうで、うん、充電器をこう差しながら、うんうん、こう持ち歩きたいなっていうタイミングって結構あると思うんですけど、はいはい、まあ、サコッシュの中で充電器こう一瞬つなげておくとか、うんうん、あとはこうカバンの中に充電器本体入れてて、うん、こう出しながらつなぐとかいろいろあると思うんですけど、はいはい、割とこのコードの処理ね、充電器と携帯をつなぐコードの処理っていうのが大変で、うん、で出っ張ってると
こう歩いてる時に引っかかったりして危ないんです。うん、でそういう時にスナップだと、うん、ここのメインのところに充電器入れといて、はい、うんうん、でコードをこのファスナーのこうちょっとした隙間から出してあげてつなぐと本当にこの距離でしか出てないんですよ。で使いたい時はここでピュッて外してパッと使える、うんうん、キュッとパって感じでね。ほうほうほう、キュッとパでね。そう、はい、で今の時期は結構やっぱ分厚いグローブするじゃないですか。はい、でそのやっぱりね、山の中すごい寒いですからね、うんうんうん、厚手のグローブして、はい、ほいであのちっちゃいね、あのジッパーのつまみだかと、うん、結構こう開けづらいんですよね。そうです、つまみにくいというか、ここのこれのことですよね。これだけ、これだけとか、なんかちっちゃいやつってなんかもうもーってなるんですけどちょっとねこう女性化しちゃうんですけども、うん、これはねこんな大きなのついてるんですよ。そう、もう2本指が入るぐらいの大きさなんで、はい、うん、これをグローブでガツッとつまんで、はい、でさらには、うん、これだけで引っ張るとこうなんか持ってかれちゃうんじゃないかって思うと思うんですけど、はいはい、ここのね実はつまみが、うん、はい、ファスナーを開けるときに支えるつまみなんですよ、うん、はいはいはい、なんでここをつまんで、うん、これをガツッと持って開けると、うん、はい、もうめちゃめちゃスムーズに開きます、ねえ、はい、でこれ開けた時、はい、さっきねもしかしたら気づいた方いたかもしれないんですけど、はあはあ、中がね、うん、黄色になってるんですよ。はいはいはい、でいろいろ持っていく時に、うんうん、中の見やすさってパッと見てわかるって結構大事なんで、はいはい、ここがねこんだけ蛍光の色になってるっていうのは、うんうん、見分けがつきやすくて使いやすい。確かにね。最後に、はい、取り付け方法なんですけども、うん、はい、ここにねこのカラビナみたいなものがついてるっていうのが結構大事なんですよ。はいはい、これがなくて、うん、ただこうベルトだけで固定してしまうと、うんうんうん、やっぱり重たいものが入った時とか動いた時にこう、うん、ズルズルズルってなって、あ、はい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 、気づいたらこの辺におるみたいな。だいぶいったね。あるんですよ、ね、はいはいはい、あるんですよ。ありますね、うん、でそれがないように、うん、ここで、うん、こういうね D 缶っていうねついてるバックパックが多いんですよ、こういうの。とかあとはまあこれねこうベルトの バージョンとかもあるよね、こうそうそうそう、ついてる、まあ、大体のバックパックにねこういう取り付けるやつついてるんですよね。なんでそこに1点固定した状態で、うん、で後ろ巻いてあげると、うん、はいはい、すごい固定力があるんですけど、はい、さらにありがたいのが、うん、こうマジックテープの上にこうつるっとした素材をつけてくれてるので、はいはいはい、ちょっとラバーっぽいね。そうそう、はい、これのおかげで、うん、こう薄いウェアとか、はい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 、はい、ウィンドブレーカーの極薄素材だったり、うんうんうん、夏のこうちょっとメッシュっぽい T シャツとか、うんうんうん、そういうのとこのこの擦れての毛玉とか、はい、うんうんうん、電線とかそういうのが起こりにくい、ね、なるほどね。マジックテープね露出してるやつだと結構そういうね毛玉なったりとか、うん、ちょっとしちゃうんだよね。そうなんですよ。なるほどね。というわけで、はい、今日は一人で何役もこなす、はい、カメレオン俳優的なスナップを紹介しました、はい、こちらは本当に使う方によって、はい、もういろいろな工夫ができるアイテムとなってますので、うん、はい、ぜひ山の相棒にご検討ください。はい、詳しくもっとね重量とか素材のこととか知りたい方は、はい、概要欄にリンクを貼っておりますので、うんうん、そちらからご覧ください。はい、今日の動画を見て、はい、このアイテムぬぬと思ってくれた方はグッドボタン。それっていい方のいろいろあるから、いろいろね、はい、これからも私たちの動画を応援していただける方はチャンネル登録お願いします。バイバーイ。